ブラザーシップ。それじゃあみんな、今回もね、ルイージ RPG ブラザーシップやっていくというわけで、前回ですね、まあマリオが、あれですね、マリオとルイージ潜入捜、ルイージが今潜入捜査中でして、めっちゃ今自由に単独行動してるんですが、マリオと合流するためにね、今ルイージが頑張ってる最中のところからですね、で、どうも、皆さんの話を聞いていきましょう。ちょっと静かに、声が騒いでるとついていかれるんですよ。せっかく昇級したのに、こんなところで終われませんから。よう。休憩に入ったまま捕まってしまいましたが、その分休養カットされるのでしょうかね。で、どうも。お、落ち着け、とにかく落ち着け。で、ルイージ B で話すのいいなって、これは何？あ、別にいじれんねんだ。で、どうも。今日までの期限の仕事ができない。でもこれは仕方ないよね。まあ、これは仕方ねえ。これはボスに言ってもらえ。トイレ！やばい！漏らすぞ、あいつ。これってライバル会社の戦略だとしたら、こうしてはいられません。ビジネスは時間が命なんですよ。やばいな、仕事に命をかける人が多すぎて困るな。で、まあこれもちょっと Y で全て破壊しつついて、これはどこに繋がってんだ？迷路だな、これ。こんなの割と迷路になってんな。わかりづらいの。これはまあこっちからとりあえず行ってみるか。おお、ここ登れねえのか。だったらこっちから行って、ここ行って、こっち行ける？あ、行けるね。だったらこっちからここ段差登り越えられんね。で、ここ行って金ゲットして、もう脱出してるけどね、ルイージ。がっつり脱出してるけど大丈夫？で、こっち、なんだこれ、てか、バツ丸なんかバツバツバツとかなんかいろいろマーク書いてない。ルイージの方も謎解きなんかな。ん？ちょっとそこの緑のヒゲさん。ハンマーなんか振って木箱を壊すなんて、あんた正気なの弁償してくれるんでしょうね。そういう問題じゃねえと思う。え、気にするところそこじゃなくない？私もここから出してください。このままじゃ定時を過ぎちゃいますよ。あんたも気にするところずれてない？床のおひげさん、ちょっといいかな。ここを開けるには向こうのあるセキュリティを解除しなきゃならないぞ。ま、マネージャーいつからそこに？え、嘘でしょ、ずっといたよ。そうじゃなくて、とにかくあれを見たまえ。ほう、またこれか。この階のゲートはペアでか。なるほど、マリオの方でヒントを得てつって感じか。君の他に誰かが必要なんだ。僕が失礼なこと言ったようですまない。君はなんだか頼りげないが、必ず助けに戻ってくると信じているよ。いや、ひどいな。結局お前が一番失礼だぞ。なんだかね、お前が一番失礼だからな。謝れる以上。なんだこれ、監視カメラがなんか出てきただけ。まあ一応木箱は全部破壊しとこっか。なんかあいつら尺に触るし。で、これなんだ、ルイージでどうにかしてマリオと連絡取れればいいんだけど、電話あるけど、これ で連絡取れないかな。無理か。まあ、とりあえず木箱という木箱は全部壊していこう。オッケー、キノコ。この×丸三角とかなんか絶対ありそうだよね。ルイージの方でば、なんか星の形、なんか星の数分やれみたいな。ありそうですよね。で、あ、これ、お、こっちが繋がってんだ。ああ、再会。意外と近いね、再会。それで協力しよう。お、え、もう合流したの？早くない？あ、おお、マリオ、無事に合流できてよかったよ。ルイージ RPG 短っ。さらわれた島民たちは大東大島に連れていかれるみたいだ。そこで絶縁体を作らせているんだと思う。早く大東大島に行こうぜ、マリオ。そうだ、まだあの部屋に捕まって島民たちがいるんだよ。助けに行かなきゃ。おーやー、ん、ポシャブレットルするの、パレフェルならないな。はい、お、サンダーダイナモか。ついにそこがルイージの手に渡ったやつだ。君とか作ってくれたのか。やったな、ルイージ。え、もうルイージの合流早くね。潜入捜査短っ。こんな短いことあるかね。まあ、とりあえずこの6491をなんか謎解きに使いつつやれってことなんだろうな。まあ、とりあえずちょっと一回こっちのビルの中調査してみるかと思ったよ。もうここら辺の敵多いん。さあみんな、せっかくだしさ、これサンダーダイナも使ってみる。マリオ A、ルイージャー B で交互に発電、時間内に X で雷に落とそう。ちょっと待って、お手本見てみていい？お手本何？どんな感じ？まず B あるじゃん。で、ABABAB。あ、なるほど。それでいっぱい発電して、マックスまで行ったら、X 押せばいいと。なるほどね、OK。やってみるか。行ってみよう、サンダーダイナモ。全体技か。いいぞ。これどっちかスタート。AB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 
ちょっと待てやで、どっちか行くは何？マリオなら A、ルイージは B でレシーブトス、最後は L で小野さんね、難しいな。で何？まずスマッシュエッグやるじゃん。スマッシュエッグでしょ、もう要は。で、ああ、で、トス、
で、アタック。なるほど、面白いじゃねえすか。行きますか。どっちに来るかはあれね、反射神経的な感じってことね。さあ、どっちだ。あ、ほいほい。ああ、そういう感じ。真上に来た瞬間に難しいね。75意外と威力ある。これ面白いね。で、エビ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 で、X。 これどうよ。これのもうちょっとマックスでいけたか。で、どんな感じ。とりあえず一回打ってみたいからね。うおーうわ、強サンダーデーナモ。サンダーデーナモ強すぎない。で、どっちか一個やろう。で、どっちか一個で、はい。で、どっちだ。は、はい。で、はい。オッケー、からの、え、え、ここ、びっくりした。おお、え、え、え、ヨッシーさん、ヨッシー本当にヨッシー出てくんだ。本当にヨッシー出てくんだね。まさかの、まさかの出演すぎてびっくりだよ。で、とりあえずブラザースピンで多分これこっち側当たれるんで、多分ここでとりあえずあいつら助けてやんなきゃいけないんじゃねえかな。で、助けに行くっつっても、でも相性番号分かってねえんだよな。なんか分かんのかな。で、これとりあえず一っちゃついてきたけど、で、なんか話あんのか。よう、あ、誰かついてきたのに助けてくれるの。早くここから出してください。定時が過ぎちゃう前に。このゲートはどうやって開ければいいんだ。助けてくれるの。ゲートの開き方ならマネージャーが知ってるはず。おい、マネージャー、勇敢のお姫さんたち、開けるにはゲートの番号が必要だ。だから情けないことで、ここのゲートは管轄外で番号は分かんないんだ。ただサラルワにこのゼニアレバー式の暗号をもらった。4桁分揃っている。確認してみてくれ。はいよ、4桁分全部揃ってる。まず1枚目、監視カメラと三角イコールハテナ。なんだ三角って。え、監視カメラの数ってことかな。で、なんかこのヤシの木のなんか真ん中と一番右、うん。で、なにこれ、あ、6491か、6491のやつか。だから12だな、多分2だわこれ。2で、これなんだ、監視カメラがなんか捉えてる番号のなんか下、なんだこりゃ。車内のゲート用だからとても難しそうな暗号だ。番号を知るための方法が記されてるというが、私たちは自由に動けない。代わりに君たちに解読してくれないか。よし、やってみようぜ。ちょっと待って、そこにカメラがあるでしょ。 あるね。暗号にも同じような図があって、ここにもヒントがあると思うの。カメラを調べて何か見えたりしないかしら。数が多いから誰かと手分けした方がいいだろう。なるほど、ルイージと手分けできんのか。まあ、とりあえずちょっと、なんかあいつ話あんな、なんかあるのか他に。番号を知るための方法か。君は何か分かったかい。いやー、別に特に何も。もし情報が必要なら、ヒント1、前に聞いたことがあるんだが、このオフィスには謎があるんだ。仲間が大掃除してやるときに壁に、あ、これ三角の数ってことか。な、そういうことかい。なるほどなるほど、そういう系ね。 OKOK、 了解した。だとしたら分かりやすいな。ルイージとれ一回待ってもらって、これだろう。で、調べるで三角44つだね。三角4つ。でも、まず逆にも監視カメラあったよな。4だろう。4で、こっちはなんだ、2。つまり6だな。一番最初6ですね。これ分断ってできんのか。とりあえず、1、2、3、4、5、6。で、ルイージにこれ待機してもらえばいいのか。で、俺はこっち側行って調べに行けばいいのか。あ、どうした。あ、合流してるし。おーい、分断っつってもできねえし。あー、で、グズグズ団たちが合流できたのか。ルイージ合流できたんだな。おう、イエーイ。そっちに何かあった？トレビットレミンの。ビルの人たちが捕まってる？大変、早く助けなきゃ。殺せてバカで言うんじゃねえよ。これが暗証番号のヒント。あれ、みんなこれどこかで見たよね。僕これ知ってるかも。おいらも。あそこだわ。なるほど、これみんなも協力してくれるわけか。ま、じゃあとりあえず暗証番号、とりあえずサブ AP やりたくても戻れないこの現状、やらざるを得ませんね。で、どうした？あ、これか。で、一番右っつってたな、離れたやつがこれか。こっちの番号だわ。4より、え、社長上着の謎、4より大きい。で、確かこれだったよな。で、これだったよな、確か。6より小さい、5じゃねえか。5だな、わかりやすいな。植木の裏の数字、それって絶対大きい数字が怪しいでしょ。待て待て、小さい数字なら俺ならそうするもん。マリオ、なんとか言ってよ。そんなに言うならもう一回暗号見てみようぜ。うん、これね、まず1枚目これで、これがそうね、つまり65で、この、652、
これがわかんない。652は分かったな。オッケー。これは俺の言う通りだろ。あー、大きい数字でも小さい数字でもないとしたら、ちょうどいい数字ってこと？うん、わかんないよ。だから小さい数字が、もう、ちょっと黙ってて。なんだと？え、これ監視カメラか。なんだこれ。ほん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 。なんだこの画角。なんかある？なんかこっち側にあるな。ね、今こっち側になんかなかった。ここらへん。あ、これボールのやつか。まあ、652までは分かったな。最後の一つだな。最後の一つが分かってないんで、とりあえずちょっとまあ散策してみるか。一回戻ろっか。ここら辺なんかさ、監視カメラあったよな。監視カメラあったあった。あいつあいつあいつ。あの監視カメラが多分ヒントなんじゃないかな。こいつがヒントだな、多分。最後の。あ？で、下だっけ？ 6529 か。ちょっと暗証番号多分ずれたか教えてくれるよな。ちょっとずれたら順番だけ確認しよう。652まで分かった。ずれたらちょっと教えてくれ。この回のことを記すような怪しい暗号はあるんだけど、うん、まず1番目6。で、5を。で、これは2だった。で、うん。そうだね。これで OK のはず。で、9か。これ OK。やっぱ9だね。いつも見えない位置にあるとしか思えないよ。OKOK。6529だ。6529で当たらず。まあ、とりあえずこれでやってみるか。よいしょ。OK 開いたー。さあ、開きましたよ。ありがとう。これで自由ね。うわー、やっぱり閉めてなかったー。え？奴らが来た、くれよ。いや、ドア開いてるから丸見えだって。あぶねえな。きちんと閉じまりしておかないと、またドヤされると、ドヤされるとこだったぞ、本当に。はいはい、スイッチオンと。うわ、今度は入り口ごと閉めやがった。これでよしっと。これでブラザーボール覚えんのか。無理、これ無理だ。そんな、せっかく助かったと思ったのに、他に出口はないのか。明らかなブラザーボールがあるもんな、ここに。みんなの話一応聞いといた方がいいのか。せっかく助かったと思ったのに、頑丈セキュリティも考えものね。この部屋に何か使えるものはないだろうか。まあ、これぐらいしかねえよな。はい。ん？ああ、それは書類なんかをエントランスに送る運搬用のパイプなんだ。そこを通るのはさすがに無理なんじゃないかな。これはひらめきますよ、ほんとに。出た、ひらめきルイージ、さすが天才。てか、あんまほんと単独活動なかったな。おお、ひらめいたわ。俺だ、これ。何か思いついたのか、ルイージ。マリオ、これじゃねえか。ん、もしかしてあれか。え、ボールになるって。そうか、あれか。前やってたな。新アクションでブラザーボールを選択。ブラザーボール来た。わ、え、おお、懐かしい。ブラザーボール、懐かしいじゃん。さっきはびっくりしたよ。確かにボール状態ならそのパイプも通れそうだ。君たちの発想力には脱帽したよ。どうか外からシャッター開けてくれないか。おーや、行きますか。ブラザーボール、いや、ブラザーボールが使えるようになるのか。嬉しいな、ブラザーボール。うい、よいしょーと言って、ぐる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 。 Y ブレーキとかあるんだ。ブレーキあんの。まあまあみーや、行って。すげー、本当に通れちゃったな。え、あれ大丈夫か。よいしょ。おや、いろんな形になれるんだな。これは兄弟しかできないな。ブラザーでボール、ブラザーボール、これだな。おや、そうそうそう、よくわかんじゃねえか、豚。ブラザーアクション、ブラザーボール。ついにブラザーボール覚えたか。素敵なプレスレンダー。そうだな、さっきの部屋に戻ってシャッターを開けようぜ。オッケー、じゃあ、ブラザーボールで転がりながら移動できます。L でアイコンを切り替えて変身。そのまま L で移動。A か B でジャンプすることができる。Y を押すことでゆっくり、Y を押すことでゆっくりと移動もできる。なるほど。いつも取れないところも行けますよ、と。まあ、とりあえずいろんなとこパイプ通って行けるようになったわけね、これで。もうなんか他にパイプ行ける場所なんかあったっけ。なんかどっかに通り見ちゃったような覚えもあるんだが、さすがにもうないか。なさそうだね。じゃあさっきの部屋までワープします。割愛。お、なんだてめえら。なんだお前らは。いや、何この人たちってなってるもん。怖いね。マリオたち、引き返したら恐怖だよ。オッケー、で、あいつらもぶち倒してきました。もうただの雑魚なんで割愛です。で、ゲート開いたね。おお、シャッターが開いた。やったー、これで本当に助かったのね。ありがとう。君たちには感謝してもし尽くせねえよ。おーやー、さあ、みんな、
大変な目にあったわけだし、今日はもう早退の許可を出そう。いいんですか？よかったな。やったーやったー、さすがマネージャー、憧れちゃう。マネージャーがマネージャーでよかったわ。本当にみんなこういう時だけ調子いいんだから。マリオさん、ルイージさん、私たちはお先に失礼するよ。で、こっから降りたらどうすればいいんだ。よっほっ。いや、あいつらおお、すごいな。そういや、グズグズはどこ行ったんだ。そういえば確かに。とりあえず一回ロビーに行ってみようぜ。おうやー。まあ、とりあえずなんかもうボス戦は割と近そうな雰囲気醸し出してるから、あっちの奥にいる人気になるんだ、めっちゃ。で、一回ロビーのとこに多分いると思うんだけど、来たんだけど、いる？じゃあどうすればいいんだよ。だから私たちは叶わないの。マリオとルイージを探すの。そんなことしてる間にズンノが吊るされたらどうすんだよ。だからって私たちだけじゃどうにもならないんだってば。今からみんな立ち向かって、逆にみんなまとめて吊るされた意味ないじゃない。まずズンノさらわれたのがそういえばいなかったな。どうしたよマリオ、ルイージ、大変なの。ズンノがボルドロ剤に捕まっちゃって。マジか。僕たちも頑張ったんだけど、お願い、ズンドを助けて。どこにいんの？ボルドロ隊は屋上へ向かったわ。マリオ、ルイージ、お願い。屋上か。屋上なんて道あったか。そっかそっか、屋上への道はここのブラザーボール通っていけば行けるか。多分これ上に繋がってるっしょ。おー、いいね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 。すごい通り道。なんだこれ。待って、何これ。ちょっと待って、解除したい。オッケー、で、どうも。施設の老朽化のせいでスイッチが故障中。どうしてもパイプを動かしたい場合、奥のギアを直接再回転させること。あれか、で、これは？なるほど、今は起動しねえわけか。お前らもいんのかーい。で、とりあえず雑魚で別に倒してきたんだけど、これ、あれか、なんかルートをつく、上に繋がるルートを作れってことか。なるほど、なんか、あれ思い出すな。あの、マリルイの、そう、あの、マリルイ1のさ、パイプ？マメリアの地下、マメリア城の地下を思い出さない？この感じ。よく聞きなされとかで豆バーにほら、言われたじゃん。あれに似てない。これは、UFO スピンでいいのかな？ UFO スピンでいいのかな？オッケーオッケー。で、回転させると、そこが回転。そこから回転して繋がって、で、ここまあ、とりあえず一応この金も回収しとくか。なんか今ハマんなかった。めっちゃハマったよね。お、キャンディーあった。この辺隠しブロックあったわ。並んでたんだね。びっくりした。気づかなかった。で、ここを回転させればいいのか。で、なるほどね。ちょっと待ってね。で、ここ回転させるじゃないですか。で、これ回転ぐるるるるんってすることによって、どっちみちあっち側にたどり着けないから、これをこうすればいいんじゃないか。オッケー。これで多分あっち側に行けるはず。オッケー。で、これで一回ブラザーボールに変えて、で、こっから端っこに行けばいいんじゃないか。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、これこう行って、通ってって、下行って、右行って、上行って、で、あれ高さが合わない。あ、どうなってる。なん取れないんだ。あー、そういうこと。つなぎ合わせ方が若干違うっぽいな。じゃあ待てよ。一回ちょっとこれ解除して、ブラザースピンにして、一回これもう一回ぶつけるじゃん。どういうことだ？ガチャンってしっかり合ってるのがこれってことか。つまりこれもさ、こっちはこうなんじゃねえの。上につなげちゃえばいいんじゃねえか。こう。これでいいんじゃないか。で、これでブラザーボールでいけば、上にそのまま直通でいけんじゃない。さっき若干隙間空いてたもんね。さっきこういうことじゃない。これでこういうことだ。オッケー。これでいいんだ、これでいいんだ。胸闇あたり遠回りする必要はない。で、行きまーす。多分これ屋上じゃない。どうだろう、今何階？今、あー、屋上っぽいね、なんか。で、ここら辺なんかあるな。じゃあ待って、これ、しかもなんか、めっちゃ屋上までなんか繋がる、なんかあるし。で、コネリいるし。そして回復もあるし。もう明らかなボス戦だな。絶対ボス戦よ。おー、しかもこの隠し僕もう一個あるじゃん。オッケーで、スーパーシロップゲットで全開。で、今夜もうボス戦までやっちまおう。多分ボス戦だろ、これ。で、一応この土管も開いといて。で、そっち側ね、オッケー。多分あいつらボンドルト隊、いや、ボンドルト隊がいいんでしょうね。でも今回中ボスっしょ、多分。で、これ1階のロビーまで繋が、あれじゃな、あの、多分店の前だな。店の前まで繋がったわ。一応セーブ。で、この先進んでいったら、ん？待って！あ、どうした？おう、ぐずぐず、どうした？危ないし邪魔になるかもしって分かってるけど、ズンドは俺たちのぐずぐずの仲間だからさ。仲間だからさ。めっちゃ噛んだな。で、お、いたよ、あそこ。うわあ、やばい、さらわれる寸前じゃん。うわあ、はい、次行ってこーい。どんどんさらいまくれー。
急がないと連れ去られちゃう。でも俺はグズグズ団のリーダー、俺はヒーローなんだ。おい大丈夫か。うわどうよいてめえ、グレールよてめえら、ようやきようやきたな、ヒゲブラザーズ。だがもう遅えぜ。お前たち、サルタ島民に絶縁体とかいうの作らせて、一体何を企んでんだ。へっへっへ、お前らに教えるわけねえだろ、どうせこれ終わりなんだし。普通になんか頭脳脱出したな。このガキももちろん一生大東大寺まで働いて。で、あれいない。ただいま。ずんだ無事な、何、私が裏をかかれただと。おい、逃がしてんじゃねえよ。やっぱ抜けてんな。お荷物を返してやったまでよ。足手まといが増えた、今なら。おお、そういうことかならば呼ぶしかあるまいて。ごい、ごい、メガゴイル、メガゴイル、ガーゴイルみたいな。あんま変わってなさそう。でも結構顔つき険しくなってね。ゴイー、すっごい鳴き声適当。でいっけー、やっちまえ、メガゴイル。あのムカつき火をくちばしでむしっちまえよ。ゴゴゴイー、もうポケモンの鳴き声よ。というわけで中ボス戦かな。いや、どうだこれ。だ、東大島まではあれだもんね。まだなんか後ろに明らかなルイージのパイプあるね。おい、危ねえ。何してくれのんじゃこいつ。今じプラグをセットしましょうか。プラグセットで、そうだな、飛行バスター、ジャンパーだけで飛んでる敵に攻撃するとクリティカル、ラクラクカウンターかな、どうだろう。いや、勝手にシロップ、いや、ラクラクカウンターからの勝手にシロップにしようか。これでいいんじゃないか。で、ポロットドロップとか意味ないんで、まあどっちかいくでいきましょうか。どっちかいく、いくぜ。さあ、どっちかな。はい、助けます。からの無意地からの、エクスプレアタック138からの、おいしいからの、いけ、おいしいヒップドロップ。はい、いいダメージ強すぎるぞ。214で、これもう一回サンダーダイナモで行った方がいいんかな。ちょっと待って、サンデーダイナモで行ってみるか。サンダーデイナモで行ってみましょう。いきますよ。はい、 B いくぞ。エビ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 エで、どっちか行く。さあ、どっちかな。あ、マリオ、俺しかこれ。え、はい、からのロック、あ、うえ、おいしい、136、強いクリティカルは。おいしい、ん、クルリンパン、オッケー、ナイスクルリンパン、強え、強すぎるな、サンダーダイナモ。これルイージのサンダー、いや、ルイージのどっちか行く、どっちか行くじゃないよ、逆、そう、どっちか行く強いけど、サンダーダイナモ全体技すぎるな。まあ一回とりあえず使っとくか。行きましょうか。どっちみち空中的に攻撃できねえ以上、これをやるしかねえ。これオッケー、サンダー、いけるイージー、かませ。わ、ラッキーラッキーラッキー、すげえ、全部ラッキーとなるんだ、一回ラッキーになると。133、強い。で、ほっ、どうしたよ、もうちょっとなんかあるだろうよ。んほいほい、オッケー、ほいオッケー、ほい、おい、すげえ、空中でバタバタするラクラクカウンター、おお、マジでラクラクカウンター、え、なに、お、これはルイージセンスきましたね。おっと、なんかラッキー、勝手にショップ、ナイス、素晴らしい。で、マリオはまあブラザーアタックで、どっちか行く、いきますよ。あれ、多分タイミング止めろ的な感じだろうな。ほいほい、からの X、 いけドスコー106からの、いけ、よし、ごめんね、出番多くて。クルリンパン、もう実はマリオ&ルイージ RPG、 よし、マリオ&ルイージ&ヨッシー RPG だろこれ。あれは、あー、これ目押しだな。リュウトミー、オッケー、でルイージセンスの時間ですね。おい、リュウトミー、シロップ、おー、いえ、言うので、ルイージセンスでいきますか。え、これなんだ、パイプをつなげろ、はい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 、ほい、オッケー、からの、ほいほいほい、オッケー、からの、ほいほい
ほい、ここオッケー。簡単で、どうしたらいいの。ルイージオッケー、ナイス。おお、水がいっぱい出てきた。で、おお、地中に落としたね。ナイス。おお、イエー。じゃあもうこれはどっちか一回行くしかねえよな。行くぜ。ボコボコにしちゃる。ん、どっち。ルイージオッケー、からの、はい、からのロック、あ、うえー、死にさらせ150、うん、いけ、よし、かましてやれ、ウリンクラリンパン95、つぃー、245は強すぎ、245は強すぎ、勝手にしろ、プレー、はい、もう一回回復、おー、マジサンキュー、強すぎるな。で、これサンダーダイナムでいきましょうか。おいおいおい、どうした、お前鳥の中では鳥、キングオブザ最弱の称号持ってんじゃねえの。キングオブザ最弱の称号持ってそうだろこいつ。はい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 、で X、 ほい、かませ、サンダー、うぃ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 ー、鳥には雷きつかろうて。151、さあどういう攻撃してくるよ、変わるかい。で、ほっ、うぃー、うぃー、あ、痛い、おい、あ、そういう感じ、おい、てめえ奥もやってくれたな、その連続攻撃はずるいだろうが、おおいおいおい、オッケー、3連返し、カウンターで100ダメージ強い、お、飛び直したか。で、なるほどね、まあ、だがお前もう終わりよ、おめえさんもう終わりよ、所詮ただの取り行よ。さあ、はい、マリオからのルイージー、で、ロック、あー、うげぇ、ロックショー118、いけ、よし、決めてやれや、潰したれ、うん、クロリンパン、オッケー、どうよ、死んだんじゃないか、もう耐えたか。あ、終わった、オッケー、恐るに足らず、ラクラクカウンターのプラグ強すぎんな、ボス戦において有能すぎる。お、で、あ、防ぐんだ、だって防ぐんだ、防ぐんだってなんだ、状態条件防ぐ系のやつかな、レベル18、レッツゴー。あ、ここのステージ割とぬるかったね。あ、敵の連中そこまで強くなかったわ。まあ、ただのあの鳥野郎のパクリだしな、こいつも。おいえー。あるじゃん。で、終わりましたね。ボルドルの隊は逃げたな、あいつら。あいつはまた逃げたんか。普通にまた捕まってんな。メガゴイルを退けるとは大したものだが、一足遅かったな。大丈夫かに、いた奴らもう全員大東大島に送った後だぜ。奴らにはたーくさん働いてもらうんだ。絶縁体量産のためにな。ざまみろ、悔しかったら大東大島に来てみろや、ボケ。来られるものならな。ふっは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 。ふん、待ってくれ、なんて奴らだ。ブー、絶縁体についての情報は得られなかったな。いや、もうお前豚化してきてないか。お前豚化してきてね。ああ、大東大島に行けば今度こそ何かが分かるかもしれないな。この島をつないで、もう船島でもう一度作戦会議だ。大東大島に行く方法を考えようぜ。おうや。じゃあ、とりあえず船島をとりあえずつなげよっか。そういえばみんな無事大丈夫、これで全員集合ね。あんたたち、まさに不滅だな。本当に無事でよかったよ。うん、いつもありがとう。いいってことよ。お前らもいてこなきゃな、謎解き結構しづらかったしな、ありがとう本当に。そもそも行けなかったかな、立ち入り禁止エリアを。まあ、というわけで、じゃあ灯台を早速つなげますか、もうここ。つなげちゃいましょう。オッケー、で、からのこれで一回解除して、はいはい、A、B、A、A、はい、で行って、はい、つなげよう。まだこれただの島なんでね、割愛しましょうか。ヤッホー。で、ゼニアレバー島がつながりましたと。いいね、ゼニアレバーがつながったのでかいぜ。だからどっちみち大東大島に行く方法がまだないんだよな。結局どうすれば行けるんだろうな、大東大島って。一回ちょっとこれはまあスキップで。で、帰ってきました、船島。こういうこっちゃ。なるほど、時代は重そうですね。一刻も早く大東大島へ。壁を破壊するために準備をしているのですが、お二人に頼みたいものがあるのです。いつでも良いね、私の話を聞いてもらえますか。おうや。これサブエピかな。なんだろう、サブエピはなんか新しくある、まあ、とりあえずこの3個のサブエピ戻ってこれたんで、早速次回これやろうかなと思うね。他に別にとこに変わり場合はなさそうだもんね。ああ、普通におばさんたちの話があるぐらいなんで、じゃあみんな今回の動画ちょっと、早いけどここら辺で終わりにしようかな。その前でちょっと話聞くからグズグズだ。マリオ、ルイージ、私たち役に立ってるかな。デニアレバー島では、グズグズ団の皆さんもお手柄でしたね。でも、足引っ張った。シューン。ピーチ姫。はい。私たちグズグズ団はまだまだ力不足です。
でももし何かもう一つマリオとルイージはPGMの役に立つことができたら、いじめ、私たちに力を貸してほしいんです。うん、お稲荷つった今グズグズ入ってくれませんか。え、グズグズ、グズグズピダになっちゃうだね、それ。え、すぐに答えを出さなくてもいいんです。考えておいてもらえたらまた役に立つことをしてみせますから、見ててください。お前若干あらやだかしきたらいいか、つんど。そんな急に言われましたもん。これを、これは、あ、グズグズ団のみんながつけてるあれか、スカーフか。そのスカーフは俺たちグズグズ団のシンボル。渡して落ちきます。今ちょっとめっちゃ噛んだな。わかりましたわ。もう強制じゃん、半ば強制入れたじゃん。え、またパワーアップ2連続、2連続でパワーアップしたな。ほー、そういうのもあんのか。まあ、とりあえずは次回ちょっとサブエピやっていく感じにしますかね。サブエピちょっとルイージと合流できてなかったんで、ためちゃったんでね。じゃあ次回、いよいよ、まあサブエピをちょっとやりつついきましょう。これスペシャルエピソード見逃してないよね。もし見逃してそうだったら、なんかスペシャルエピソードこれ多分できませんよ、みたいな感じのことを、まあ今更言っても多分遅いだろうけど、多分もう通り過ぎたら通り過ぎてるだろうけど、通り過ぎたら通り過ぎたね。教えてくれてありがたいね。2週目もしかしたら、ね。うん、普通に裏でやる可能性もあるから、普通に楽しみたいんでね。まあ、さすがに平気だと思うんだけどね、大東大島まだクリアしてないから。さすがに平気だと信じたい。見逃しサブエピソードないこと祈るわ。それじゃあ、次回の、サブエピ編でお会いいたしましょう。バイバイ。